皆さんこんにちは、ホソロマンです。今回はクロマグロ釣りに行ってきました。乗船した船はシャコタン半島の人気船でおなじみ遊具船アクティブ2です。船長は大手メーカーがサポートにつくほどの釣りの腕前。今回もいろいろと教えてもらおうと思います。大物釣りで一番大切なことは下準備です。フックやライン状態、結束部やドラグ設定などを入念にチェックしておきます。クロマグロ釣りは海峡や天候、潮や魚の状態の他にも帰省、釣っていい時期にも注意しなければいけません。数少ないチャンスをものにするためにも下準備は重要なファクターとなります。はい、釣れました。追ってきてます。だいぶ活性高いですね今日は。はい、よし、寝坊もしなかったしまず大丈夫ですね今日は。寝坊っていう最大のあのハードルを回避したんで。今回はどんな船旅になるのか、それでは行ってみましょう。レッツロマン、レッツロマン、レッツロマン。そこ正面ですか。マジですか、いつの間に。やべ、今年もこの緊張感が来た。はい、へえ。大体これ言ってもみんなやらないんだけど、5秒から10秒くらい出したんです。なるほど。高々いいキャッターが結構ウィーンって感じになるので、ボーンって出たらクリストスリット。なるほど。はい。あれ、なんか朝から割と。ちょっと巻いてきたらまた探しながら見たりします。やっぱなんかお日様乗ってからのチャンスタイム多いような気がする。あ、はい、なんかイメージスポーツそんなでかくはなさそうだったね。あ、単発ばっかだな。単発でもこの時間から羽が見えれば出せそうな、はい、気持ちは違うよ。はい、全然違います。全く何もというより、はい、先に跳ねてるんだが分かればちょっとこっちのモチベーション高めて振れますね。後ろ、おお、後ろ、後ろにいる、下にいるってこと。今下通過して、レンジだったらゴッド手に持って、はい、ベール、
僕はもうベールも外して指にかけて、はい、もう射程入ったらもう投げちゃう感じで、はい、じゃないともう間に合わなくて到着してからそれやってたらもう失敗なんで、はい、ちょっと若干小さいですけど結構でかいのになってきたりしますね。おおおいい感じな。寝るっつったあらっかーじゃあうわーよっしゃー出たあらよしじゃない。よし、ちょっと良さそうな感じでした。あら、よし、はあ、ふえ、これだ。よっしゃ、いい反応出るっつったところでしたね。よし、はあ。入ってます。今後ろに回ってってます。はい、大丈夫そうです。すいません、ありがとうございます。これセルフこれセルフまさかまさかこれ聞かれるマグロの気持ちだっすね左前に行ってんだ。この男はそこまでスペックになるんですね。はい、僕移動しようかな。もう行きますよ。やめあ、かわせそうです。よいしょ。すいません。あ、大丈夫です。よし。
見えてきた。よし、まあまあありそう。よっしゃ。ふう。エラー捉えてるね。出てきた。今年初マグロ。やった。嬉しい。ありがとうございます。本日の釣行はここまで。いかがだったでしょうか。船長からのアドバイスや乗船したアングラーさんのご協力のおかげで貴重な一匹をキャッチすることができました。またロマンを求めて船旅に出たいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。